はいすみませんえっ、ー、と,と止まりましたね <laughs> またストレージがいっぱいで止まっちゃったんでえっ、ー、とバックアップを取って <laughs> もうどのぐらいだったかな1時間以上 <laughs> バックアップまであんまりうまくいかなくてちょっと手間取ってる間に時間が経ってしまってえっ、ー、と途中 <laughs> もうね店主はね日向店も仕事に行って店主いないんですけど なんか中途半端がすごく気持ちが悪いので、えー、とシナモンさんの読まって読んでな読めてなかった、ね、読み忘れてたコメントを読んでる途中で止まったんですよねだからもう一回仕切り直しで <laughs> いきますえっ、ー、とでその WBC 開幕で初戦解消でしたねの動画でにいただいてたみたいで僕は見落としてて えっと、さっきのエミさん同様ですね。読みますね。えっ、ー、と、おはようございます。おはようございます。で、今朝は、えっ、ー、と、皮膚科の眠くなる薬を12時過ぎに飲んで5時まで爆睡できましたとね。<laughs> 読みましたね、ここはね。<laughs> で、この帯状疱疹になるまでは、えっ、ー、と、夜中もトイレに起きたことがなく、 えっと、爆睡だったんですと、ね。今まではね、帯状疱疹になるまではもう爆睡してたんですけど、でも、帯状疱疹は痛みで何度も目覚め、目覚め、目覚め爆睡が、目覚め爆睡ができなかった。まあ、爆睡ができなかったってことですね。すごくよく眠れてたけど、帯状疱疹の痛みで爆睡できなかったと。あ、目覚めで天か。 あ痛みで何度も目覚め点ですねここで本当はねで爆睡ができなかったということですねで痛みの頻度も緩和されましたとねで寒いとお腹背中がだからうん寒いとお腹背中がだからおとといおとは回路2枚貼りましたとねで帯状疱疹が判明し判明してし判明してした 判明したかな判明した1ヶ月目2月27日から治療が変わりましたと。で帯状疱疹に液体窒素で、ん帯状疱疹、あっ、帯状疱疹に液体窒素で冷やすんですと。ああ、かゆいかなってことで、看護師さんがポケットに水筒らしきものを、ああ、液体窒素かな。 そこから巨大サイズの綿棒を出して、幹部を綿棒の先で、パフパフポンポンしてくれますと。ちょっと冷えて気持ちいいですと。この治療が合う人が入るようで、えっ、ー、と、受診1ヶ月後にやってみようと。この、んわかんない。<laughs> この治療が合う人が入るようで、 1> 受診1ヶ月後にやってみようと先生がちょっと分かんないけど割と楽になりましたとちょっと分かんないの文章がちょっとどこで区切っていいのかが分かんない割と楽になりましたとただあれだけ爆睡女が痛みで夜中何度も目がギンギンになり母が無理して寝ること母が無理して寝ることはないから起きてなさい ね、って言ったってことですねお母さんがねでそのうち眠くなるというので夜中のサシコちゃんとあ夜中に見てくださってたんだねで天使さんとの話ラ,ラブラブでいいなとね我が家は前にも書いたかなと忘れてしまった家庭内勉は家庭の勉強ですと必要なことしか話しませんとこの40年いろいろありましただから私 自室でできる手芸を始めましたと。で長く続いたのはパッチワークベ、ベッドカバーのキルト、ベッドカバーのキルトで、検証円になり断念と。で材料も <laughs> 衣、衣装、衣装ケーキの肥やし、衣装ケースかなこれ、ケー衣装ケースの肥やし。ね。で、腱鞘円 バリに通いましたと。<laughs> なんかいろいろあるな。<laughs> すごいな。えっ、ー、と、サシコは昔、お椀うん <laughs> ちょっと待って。サシコは昔、お椀コーヒーカップで丸を書き、あ、お椀でね。<laughs> お椀コーヒーカップって。<laughs> えっと、コーヒーカップね。お椀かなコーヒーカップかなお椀コーヒーカップで丸を書き、尻尾を、尻尾をつなぎよね。<laughs> まだ、昔の付近、 母は使ってくれてますと。で、私も大量にあるけど、古いのは、えー、うん古、古いのはってことかな古いのは、フライパンの底を拭いたり、掃除に使用中と。ね。小さな作、小さなさで、段落が変わって、小さな作家さんのイベントへ行き、小銀のブローチに一目惚れと。ね。私でもできるって、 できるって材料買いましたと。私でもできると思った材料を買ったってことかな。で、お菓子の箱にいっぱい、あ、材料をね、材料買ったやつをお菓子の箱にいっぱいぐらい買ったってことかな。で、セーターに、んつけたくて、つけた、き,きた、んきた、きたくてつけたくて、糸色もブローチサイズの生地。 ね、素人だから下手ですが自己満足ですと。今は小銀の糸も段染めがありブローチも素敵になりそうですねとね。小銀の糸も段染めっていうのがあるんですね。で今日ローランさんのライブ聞きながら久しぶりに張り持ちましたと、ね。ティッシュカバーのゴムも取り替えましたと。長くなりましたので続きはまた次回にね、聞きたい人 いいるかな笑「昨日はインスタのお題にインスタのお題に投稿しました」何だろう何 <laughs> かあったんですかね誰かのインスタのお題に投稿したっていうのがあるのかなでこれは「加工は無理ですがスマホから写真アップしましたと」とで「階下の,階の下でねお住まいのことかな「階下の人がカーテンを開けたようですと朝から映画韓国ドラマ「 ニュースを見,見たい私は朝ごはんも別々ですと <laughs> ねいただきましたちょっとごめんなさいちゃんとこう読めてるのかが分かんないけどちょっと一応読ちゃんとこう理解して読んだつもりなんですが結構いろいろ書いていただいて、まあ、でも対状方針がいろいろ治療されてたってことですね対状方針いろいろ治療されてたりねちょっとずつ良くなったりね良くなって ちょっっとずつ始めてるすいませんね、ちょっと時間がね、僕があの読み忘れてたからね、ちょっとこうリアルタイムな感じには読めてないんですけど、ね、ありがとうございます。シナモンさんね。シナモンさんいくつかね投、投稿というかコメントいただいて読むんですけどね、今読んだものはちょっと見落としてましたね。あのさ先ほどのえみさん同様。 らちょっとね3週間前であってちょっとタイムラグがあるんですけどねちょっとやっぱね気づいて気持ちが悪かったんでね今日はもうコメントコメント忘れを読む回ですね <laughs> コメント忘れを読む回そうなんですよもうね止まっちゃったんですよね何度かありますねストレージを確認すればいいんだけどね確認し忘れてた たまにこう iPhone 僕は iPhone なんですけど iPhone のね容量がねもうすぐでいっぱいになりますとかっていう表示が出てくれるとねあのバックアップを取ろうってなるんですけどギリギリでなかったぐらいの時に動画を撮影しちゃったもんでで <laughs>、ね、止まっちゃいましたねすいませんだから今日の前半はえみさんの <laughs> コメントを紹介する回 で、後半はこの今ね、読み、読みました。シナモンさんのコメントを紹介するかいと。ね店主もね、いて一緒にね、聞ければよかったんですけどね。ま、あのー、前半で動画が止まった時に、あーってなって、<laughs> <laughs> あーってなって、店主は最初何のことか分かんなかったんだけど、動画が止まっ、容量がいっぱいで止まったんだよって話して。 でもバックアップ取るとね時間かかるからもう仕事行った方がいいねっていう話でね送り出しましたね実際ね取り取ったのはもうあれから1時間半とかぐらい <laughs> 経ってるからね,ねでもよかったあのー、ちょっとちゃんと読めてたどうかがちょっと疑問ですけどあの思ったようにね書いてくださった 2, 2人の 気持ちがちゃんと広告読めてたかは不安ですけど、一応読ませていただきました。ありがとうございます。ね。だから今日は前半後半分かれて。ね、<laughs> ごめんなさいね。僕のね。僕のテンションを維持するのもなかなかね。難しくてね。<laughs> ちょっと一回ね。間が空くとね。まあ、でもほら取らないと気持ちが悪いっていうのもっていうのがあるんですよ。 気持ちの中ではね,僕のねだから、うん、読みました最後まで刺すかな何分間ぐらい取ったんだろうね前半がねその,その辺もちょっと覚えてないんですけどまあ、でも最後まで刺す途中でやめてもいいけどねえー、っとでなんか話したいことがねいろいろ考えてたんだと思うんだけど忘れちゃったな間が空いてたから間が空いてしまったからね 船の店の営業時間の話をしましたしね。で、あの、えみさん同様、シナモンさんもね、すいませんね、コメント読み飛ばしてるというか、読め忘れてるというか、気づいてないときはおっしゃってくださいね。読まれてないよーってね。<laughs> で、それを多分、えみさんは、店主に送ったのかな、メッセージかなんか、DM かなんかでね。で、それを店主が。 忘れてたっていうねうどうしようもないですよね2人でどうしようもないんですけどちょっとお付き合いお付き合いくださると嬉しいですね。ね店主がねあーって言ってたからね僕最初何のことか分かんなくてその前半の動画でね店主があーって言ったじゃないですかなんかまた急な話を入れてく,入れ,てくれてがねなんか急に個人的に思い出した 思思い出してあてあっっっ言たたのかなと思ったらあの関連することでえみ、ね、さんのメッセージを伝え忘れててあっって言たたみたいですね <laughs> あのよくあるのがこう全くこの動画とは関係ないことを急に思い出して「あっ」って思わず声が漏れたっていうのが結構あ,あるので過去,過去の動画でもですねまたそっちの感じかなと思って聞いたら。 違いましたね <laughs> でもまあ思い出しすんだなと思って <laughs> 忘れたら忘れたままそのままは過ぎ去るんじゃなくてやっぱ一応こう言われてたことをね覚えてたんだなと思ってね、まあ、そういう意味では偉いやっぱ偉くはないんだけど <laughs> 偉くはないんだけどそういう意味では偉いですね <laughs> 偉いのかな えみさんも2週間ぐらい経っててでその今いろんなシナモンさんも3週間ぐらい経ってしまっててだから一応その他全部確認してないんですけど過去,過去3ヶ月ぐらいだに頂い,いたもので他にもあるかもと思ってちょっと確認したけど大丈夫でした。 <laughs> 他の方は大丈夫と思ってるんですけどもしあったら教えてくださいなんかたまにこうコメント書くけど入ってこないみたいなのはあったりするんですよねあの入ってこないけどメールが届僕の方にはメールが届いたりとかでもね最近ねあの メールも届かないんですよね <laughs> なんかよくわかんないんだけどコメントこれあの毎回毎回読むじゃないですかでこれ毎回メール届いてるかっていうとね届いて届かないんですよね <laughs> だからもうほんとこの管理画面のこの何て言うんですか見読みたいなやつのラベルがつくんですけど それでも僕は判断するんですけどもうそれに入ってこないともうちょっとね見落とす可能性大なんですよメールもね決して全部入ってくるかっていうとそうじゃないのでもうだから難しいんですけどね <laughs> なかなかね難しいけども、まあ、できるだけこうコメントくださったら紹介したいなっていう気持ちがあるので よし、しじゃあ最後まで刺したちょっと後ろを見てみましょうかね引っ張り具合を確認してで大丈夫ですよね <laughs> 大丈夫ですよね大丈夫でしょうねでここを生止めしておしまいにしよっかなねえー でね、僕の今の僕の今のっていうかね今,今の心の内ちをちょっと話するとこのあと紙とペンシルを取るかどうかをどうしようかなって思って <laughs> 時間も時間だしねバックアップ取ってる間にお仕事もしながらやってたりしてねこのあとね <laughs> 通常なら紙とペンシルを取るっていう流れなんですけどちょっとどうしようかなみたいな。 ちょっっっとねうーんって思ってます <laughs> どうしようかなーっていう感じでどうしようかなー今日はやめとくかなーとかねちょっと心の迷い迷いというかね おしまいだからえっ、ー、とおしまいに、ね、今直近しましてあとはだからちょっとこう向けようかなあとこの色はここですねあのここですねというかあここは指さないからここかなここの分かるかな ここ,ここのこの塊はこれ刺さないからこのここここ短いのはあと1本塗って1本というかこの1ライン塗ったらこの横のこの色のやつはおしまいだけどあとはその縦で縦をこの色を先に済ませるかとりあえず別の色も横を先にするか,かこんな感じでねこっちそうそうこっちこっちでもしてるけどこんな感じでこれを、ね、トン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 ってちょっと。 間が空くんですけどこうやってなっちゃうんですけどこれ刺してでこの色はえっ、ー、とおしまいにしてちょっとね今途中経過を見せ見せましょうというかねここを下ここを塗って横はやっぱ一回一通り横ラインを塗った方がいいのかなって思ったんですよねだからあとここに12361236入るから。 これまた別の色でいって別の色でいって別の色でいって。でして縦をしてで最後にぐ,ぐるりをするという感じの方がいいのかな。ね縦横一回横にした方がいいよね。裏も今こんな感じこんな感じです。ねどのぐらいかなとね <laughs> どのぐらいかかるかな。もう4月ですけど。 いつから始めたっけ？いつから始めたっけ？えー、っとね。1月から始めてんだね。あ、もうだいぶ経ってるね。な <laughs> 1月の19日から始めてんのか？ね。まあ、ちょっとまた長くなりそうですね。<laughs> はい、じゃ、あ今日はちょっとすいません。前半後半と別れてしまいましたが、一応あの読み忘れてた。コメントもご紹介できたのでおしまいとなります。 はい、ご視聴ありがとうございました。